皆さんこんにちは、ザッピーです。今回は自分のかなりですね、偏った妄想のネタなんですけれども、ビートルズとプロデューサーの関係というか、どのプロデューサーがビートルズに本当に良かったんだろうかという、一回やってみたかったトピックなんですけどね、今日ちょっと頑張ってやってみようかと思ってます。ビートルズとプロデューサーというと、普通にパッと考えるとジョージ・マーチンしかいないわけですよね。ですが今回はちょっと無理やりですね、ちょっと幅を広げて、ジョージ・マーチン、フィル・スペクター、それからジェフ・リン、この3人をちょっとね、比較検討してみたいというところなんですよ。というのは、実際にビートルズの作品を作ったプロデューサーというのはこの3人しかいないわけですね。他にもグリーン・ジョーンズとか関わった人はいますけれども、プロデュースして自分の作品にしたっていうことに関して言えばこの3人になってしまうわけですね。優秀なエンジニアもいますけれども、でもそれはあくまでも音のね、個性を作るっていう特化した部分なので、プロデューサーほどのね、その大きな仕事まではやってないとすればですよ、立派に重要な人たちなんですけれども、今回はプロデューサーっていうところに限ってね、やってみたいなと思います。で、ジョージ・マーチンとフィル・スペクターとジェフ・リンっていうのを比べたときに、僕はですね、変なキーワードをいつも持ってるんですよ、自分の心の中に。キーワード。ジョージ・マーチンは、クラシックの人。で、フィル・スペクターは、アメリカの、モータウン系のね、やっぱりちょっと黒っぽい人。で、ジェフ・リンっていうのは、その両方。だから、アメリカとヨーロッパの折衷よ。まさに ELO の音楽ですよね。なんで、その、不思議と個性が違うなと、もともと思ってるんですよ。で、もうちょっと言うと、これちょっと言い過ぎかもしれないんですけれども、ジョージ・マーチンは、ポール・マッカートニーの人。フィル・スペクターはジョン・レノンの人。で、ジェフ・リンはジョージ・ハリスンの人。という自分なりの固定観念があるんですね。これは否定される方も多いと思うんですけれども、しゃあないですね。そういうふうに、もう自分がこう思っちゃってるんですよね。よくないかな。すいませんね。実際に、ビートルズ時代をね、振り返ると、ジョージ・マーチンがほとんどを作ってるわけで、打作は一作もないですね。すべてが成功と言っていいんじゃないでしょうか。素晴らしいプロデューサーですよね。それも、やっぱりロックンロールっていう土壌のビートルズを、リボルバーとか、サージェント・ペッパーとか、マジカル・ミステリー・ツアーとかですね、明らかにクラシックの要素がないとまとめられないような音楽に、ジョージ・マーチンは確かに力は出してると思いますね。ジョージ・マーチンがいなければできなかったかというと、それはちょっと言い過ぎのような気はしますけどね。ビートルズがいなければできなかった音楽ですからね。ですが、ジョージ・マーチンがいたことで、アイディアは膨らんだというふうに間違いなく思いますし、うまく仕事も運んだというのは間違いないと思いますね。その辺の作品に関してはね。なので、やっぱりジョージ・マーチンっていうのは視野が広いので、いろんなことを勝手にこうね、言い出してもやれたっていう感じなんですよね、僕がこう感じるのはね。ロックンロールばっかりやってたってもちろん良かったし、でもポール・マッカートニーが、いやいや、今回はサージェント・ペッパーだって言ったってできちゃうし、でジョン・レノンが、いやいや、トゥモロー・ネバー・ノーズだ、シー・セッド・シー・セッドだって言ったってできるわけですよね。で、ジョージ・ハリスンが、いや、俺は With In You, Without You をやりたいんだって言ったってちゃんとできるわけですよね。そういう、やっぱり、器の広さっていうんでしょうかね。いうのをジョージ・マーチンにはやっぱり感じるし、でもそれを、ジョージ・マーチンっていうのはクラシックの要素が強いので、うまくこう、学理っていうんでしょうかね。音楽の理論の中でまとめることができたので、うまくいったと。アビーロードがね、本当にジョージ・マーチンは一番好きだって言ってるのもよくわかりますよね。あんなに綺麗な、あんなにこう、火の打ちどころのない作品っていうのはジョージ・マーチンだからこそビートルズもうまく作れたの
ではないかという気はします。音作りっていうことに関してはね、素晴らしいですよね。で、やっぱりポール・マッカートニーの人なんですよ、僕はね。ジョージ・マーチンはポール・マッカートニーがいなかったら、ビートルズの中であれほど力をね、ジョージ・マーチンとしても力を発揮することはできなかったんじゃないかというふうに思ってしまいますね。逆に言えば、ポールとジョージ・マーチンはすごい話があったわけですよね。これ間違いない。でも、ジョンとは話合ってないんですよね。特に、レッド・イット・ビーの頃になると、ジョンはジョージ・マーチンに、あんまりもう編集なんてやんなよと。もうライブでやるんだからさ、というふうに、結構辛辣に言ってたみたいですね。ジョージ・マーチンがアンソロジーの中で語ってますけれども。で、その時にジョージ・マーチンとしては、分かった。じゃあ、お前の言う通り、君たちの言う通り、ライブでやってみようよっていうふうにやってみたら、結果的に20回やろうと50回やろうと、まあ、いい演奏ができないわけですね。で、結果はダメになっちゃうということなので、やっぱりジョン・レノンとはこう、変にこう、つばぜり合いになっちゃうわけですよね。おそらくポールだったらつばぜり合いになる前に、一番いい落としどころを効率的に作り出せたっていうことなんでしょうね。まあ、寂しいことですが、結果的にジョージ・マーチンは、ジョージ・ハリスンとも仕事は多くやってないですし、時にジョージ・ハリスンにとってはジョージ・マーチンって敵みたいになっちゃってたみたいですからね。というのは、別に敵になろうとしてたんじゃなくて、結果的にジョンとポールの作品ばっかやるので、で、ジョージ・マーチンとすれば、ヒットするものを作んなきゃいけないので、やっぱり安パイっていうのかな、安全パイで、ジョンとポールの作品ばっかやりたがるわけですよね、プロデューサーっていうのはね。なので、ジョージ・ハリスンはとても、やっぱりそこにおいてはジョージ・マーチンからは協力を得てないとするならばですね、やっぱりポール・マッカートニーのプロデューサーっていうことになっちゃうんじゃないのかな。まあ、ジョージ・マーチンってすごいこう育ちの良さそうな、ね、人に見えるわけなんですけれども、インタビューを聞いたことあるんですね、ジョージ・マーチンの。家はとても貧しかったそうですね。で、お父さんは大工さんで、本当に貧しく育って頑張って学校に行って自分で努力したということなので、まあ、そういう意味ではビートルズとは話はあったでしょうね。というのが僕のまずジョージ・マーチンの感想で、素晴らしいやっぱりプロデューサーですよね。大成功ですよね、ビートルズにとってはね。で、一番大成功はポールポールにとっては好きな作品がたくさんできたっていうふうに思っていいんじゃないかと思うんだけど、ダメかな。まあいやいや、はい、そう思ってます。で、フィル・スペクターはやっぱりジョン・レノンの人ですよ、僕にとってはね。もう明らかにそのモータウンの黒っぽい感覚を持っていて、で、ジョン・レノンが言う、例えばね、感性でこんな音にしてくれ、いやいや、こんな雰囲気だって言うと、ちゃんと作ったそうですね、その音を、フィル・スペクターが。で、そういう感性の会話で成り立っちゃったわけなんですよね。っていうのは、フィル・スペクターもそういう人ですよね、もうね、理論なんてない感じがするし。で、ジョン・レノンもそういうことで OK なんで、もうジョージ・マーチンと全く違うわけですよね。なので、ジョン・レノンとしてはとても信頼というか、やりやすかった人ですよね。イマジンという映画の中では、フィル・スペクターのことをね、あなたはグレートだ、グレートだってもう何回も褒めてますよね。まあ、ただね、結果的には後になって決別してしまうわけですけれども、これは明らかに性格ですよね。お互いに長くは続くわけないですよね、人間関係がね。本当に。それはもう、そう見えてしょうがないですよ。まあ、ただね、僕はフィル・スペクターが本当に良かったなと思う一面も確かにあって、ソロの話は今日はね、したくないんですけれども、もう広がっちゃうんで。そうじゃなくて、やっぱり、レッド・イット・ビーをね、まとめてくれたということで、あのアルバムは、やっぱりその、アメリカの音が入ってるアルバムに僕は聞こえるんですよ。ジョージ・マーチンがやってきたアルバムっていうのは、やっぱり、イギリスのクラシカルなテイストが多いんですけれども、ロックンロールの中にもね。ですが、レッド・イット・ビーだけはアメリカの黒っぽい雰囲気が充満してるんですよ、僕にとってはですね。なので、かっこいいんですよ。もうバンドサウンドなんですよね。もうゴリゴリのバンドサウンドがレッド・イット・ビーからは聞こえてくるんですよ。それが僕はフィル・スペクターがやってくれた最大の自分にとってのメリットですね。大好きなアルバムになっちゃったんですよ、それでね。なので、もし、あのテイストでビートルズがまだ続いていて、どんどんライブ感覚の作品とかをね、作ってくれたら、ものすごいかっこいいライブバンドとして、いい作品をまだ残したんじゃないかという気持ちにすらなりますね。むしろ、やっぱりああいうサウンドを聞いてしまうと、
バンドの個性を出すためにあればね、もう特にそのライブ感覚を出すときにはジョージ・マーチンよりもフィル・スペクターのようなアメリカ的なサウンドの作り方っていうんでしょうかね、ちょっと荒いんだけれどもアクセントが強い、アクが強いっていうんでしょうかね、それはかっこいいんじゃないかなっていうふうに思って、すごい一作だけなんですけれどもあってよかったなって実は思ってます。で最後にジェフ・リンなんですが、もうこれはジョージ・ハリスンの人っていうのはもう明らかですよね。だってね、2人とももう親友だったですよね、最後まで。でむしろもうジェフ・リンの方はジョージ・ハリスンもビートルズも尊敬してるわけですし、でまあいい作品をねジョージ・ハリスンと実際作りましたからね、あのクラウド9をね、であれでジョージ・ハリスン蘇っちゃったじゃないですか、ということもあるので、まあジョージ・ハリスンとしてはもう 100% の信頼を置いてプロデュースしてOK という人だったんでしょうね。なのでアンソロジーにはジョージ・ハリスンが率先してジェフ・リンを連れてきたっていう話がポール・マッカートニーは言ってましたからね、まあ本当はジョージ・マーチンに頼むべきだったっていうふうにはポールも言ってますけれども、ただジョージ・マーチンはちょっと耳がねだんだん聞こえにくくなってきたみたいな話もしてたらしいので、まあ、それでジェフ・リンっていうことになったというプロセスもあるみたいなんですけれども、ただいずれにしてもジョージ・ハリスンが連れてこなければジェフ・リンにはなんなかったわけですよね。で、まあジョージ・ハリスンも実際アンソロジーの仕事はやりやすくなったでしょうし、まあ、ポール・マッカートニーとしても結果的にはね、リンゴ・スターにしても結果的には納得してたわけですよね。で、ポール・マッカートニーはアンソロジーが終わった後にあのフレーミング・パイっていうのは今度はね、ジェフ・リンと作るわけですしね。なので、まあジェフ・リンはその意味ではその右も左もっていうんですかね、クラシックもアメリカンも折衷用も全部本当に音楽をもうこうなんていうのかな、操れるプロデューサータイプですよね。自分もミュージシャンですしね、作曲もできるわけですしね、理論的にも優れた人ですしね。なのでまあジョージ・ハリスンと合うんだなっていうのはよくわかりますよね。あのジョージのあのギターセンスというか作曲センスとか考えると合うと思いますよね。でビートルズとも結果的に合ったと思います。やっぱりあのこうビートルズに対してねすごい敬意を常に持ってる人ですから、あの無理にね自分の意見を通そうとはしなかったっていうのはもう容易に想像できますんでね、みんなやりやすかったんじゃないでしょうかね。まあ、ただ僕としてはですね、アンソロジーには総じてあの満足してますけれども、あのリアルラブっていう曲ありますね、ちょっとあれだけはねジェフリンの色がちょっと強すぎるなと正直言って最初思いましたね。それ以外は OK です。うん、あのいいプロデューサーだと思います、っていうかいいミュージシャンでもあると思いますので、まあみんな意見もねお互いにしやすいし、もう立場もね楽だったんじゃないでしょうかね、きっとね。あのジョージ・ハリスンの作品っていう風になると、あジェフリンの影をやっぱり感じるんですよ。でジョン・レノンっていう風に考えると当たり前ですけどフィル・スペクターの影を感じるんですよ。本当はねビートルズっていう影であるはずなのジョージ・マーチンに関してはなぜか僕はポール・マッカートニーの影を感じちゃうわけですよね。なぜかっていうこともないかな、実際だって一番話が合うっていうのはお互いに言ってるわけですからね、という気はします。まあジョージ・マーチンが言ってるのは言葉でね、とてもいい言葉を言ってたことがあるんですけど、インタビューかなんかでね、最初は僕がマスターだったと、マスターっていうのは教える方だったと、ところがだんだん僕は教え子になり彼らがマスターになったとかね、要するにビートルズの方が自分に教えてくれるようになったということも語ってたんですけれども、要するにお互いにこう刺激し合ってたっていういい関係だったんでしょうね。それがいい作品につながったんだと思います、本当に。はい、長くなってしまいましたが、これで以上です。失礼します。